今回、エビランブルっていうことでちょっとこだわった部分は、ラーメンっていうのをとりあえずラーメンから外れようかなと思って、今回ちょっとパスタ風にイタリアンな感じで作らせていただきました。で、こだわってるとこは、ホワイトソースと、エビのソースを使って、もう本当にもうパスタかなっていうぐらいのものをちょっと作らせていただきました。で、麺も、平打ち麺の麺にさせていただいて、の見た目はもうパスタです。で、エビもかなりちょっと効かしてるので、まあ、エビのラーメンになってると思うんですけど、ぜひ食べてみてください。はい、ありがとうございました。お願いします。